こんにちはタロットティアラですいつもご視聴ありがとうございますタロットティアラのレシタロットチャンネルにようこそこちらのチャンネルでは私タロットティアラがその時気になった人物や事件ニュースなどをレイシタロットで読み解いていくチャンネルですそして今日のテーマは渋谷通り魔事件少女の心の闇とははいこの事件を取り上げたいと思いますこちら8月 日日の日ですね午後7時20分頃渋谷の裏通りラブホテル街なんですけどこの裏通りを歩く母親と娘さんが中学校3年生の少女によって刺されました警察は同日埼玉県戸田市に住む少女を殺人容疑で逮捕したんですねはいこの事件に関して もうちょっと詳しく見ていきたいと思います8月20日夏休みも終わりに差し掛かった8月20日19時20分ごろこの日は小雨が降っていました渋谷のラブホテル街の裏通りで母親53歳と娘19歳の背後から中学校3年生の少女が15歳がナイフで襲いかかりました 気がついた母親抵抗して負傷しましたが助けを呼ぶ際に駆けつけた飲食店の男性と協力して少女を取り押さえることができたんですね犯行時には少女は刃渡り8.5センチの包丁他にも折りたたみナイフなど2本の刃物がを持っていたそうです母親は肩と背中を切られ娘さんは左腕と腹を刺されていたそうです 命に別状はないというものの娘さんはねお腹に1 0ンチほど深い傷を負ってしまったそうなんですねはいこの3人に面識はなくこの埼玉県戸田市に住む少女が逮捕されたんですけどこの少女が面識のない2人を襲ったというね通り魔的な犯行だったという。 ことですね、しかもこの場所がですねすごくびっくりしたんですけどこちらなんですね。これをうしておこう、ね、場所場所です。あのー、ここ赤い点赤い点が犯行現場深セ駅。 がここですそして渋谷のこっちに行くんですけど新鮮駅、えー、井の頭線ですね京王井の頭線の新鮮駅のすぐ出て降りたところもう数十秒ですかね10秒、うん、30秒ぐらいかなのところなんですね裏手ここら辺は一点ねラブホテル街なんですよあと飲食店がねこじんまりとした飲食店が多くて ちょっと渋谷っぽくないというかねあのー、昭和的なね昭和昭和の香りの残る裏通りなんですけどそこが赤い点が犯行現場そして驚いたことにその裏手この青い点がなんと東電 OL 殺人事件の犯行現場のアパートなんですねすぐ真裏にあるんですよ このね東電 OL 殺人事件30何年前30年35年ぐらい前、まあ、そのぐらい前なんですけどあずっもっと前かなそのまんまアパート残されてるんですねはいそれがねすごく、ね、異様ななんていうか時空が超越したような異様な空間になってますご興味のある方行ってみてください そ,うそしてこのすごい近所でしかもこのすぐ数日後3日ぐらい後にラブホテルで火災があったんですけどそれがこの黄色い点ですこの数日の間にね事件が2つもあったっていうねちょっと異様な感じを私は受けたんですねはいというのもねこのラブホテル街ってあの 怨念がね、女性の怨念がね、生き、生きまいてるというか、なんか、どんよりとした空気感があるんですよ。ちょっとあんまり幸せじゃない女性の怨念っていう感じ。だから、なぜか埼玉県の少女がここの場所に惹かれてきちゃったんでしょうね。はい。しかもこの少女、15歳。 少女はあの写真を見ていただけると私のブログの写真を見ていただくと分かるんですけど本当に何の変哲もない細身の女の子なんですねその女の子がなぜこんな恐慌に及んだのかそして彼女はあのその日の所持金500円だったそうなんですね500円で埼玉県の実家からまず新宿に出て 新宿に出たらもうすでに500円ぐらい使っちゃってるんですよということは帰りの電車賃がない帰りの電車賃も持たずにここまでふらふら来てしまったということなんですねということはすごいあの静かな決意を感じるというか大きな絶望と静かな決意をね感じるそういう事件だったと思います彼女の心の中に一体何があるのか それを見ていくためにはまず彼女のね。言葉をちょっと。取り上げます。この少女の供述です。母親と弟を殺そうと思った。自分が人を殺せるかどうか、予行練習のために二人を刺したということを言ってるらしいんですね。はい、それだけの恨みを母親になぜ持っていたのか？ 一体どういう関係だったのかっていうのが気になるところですね今回の疑問ですなぜこの母親と娘を狙ったのかそして彼女と実の母親の関係性一体そこまで追いやるところ一体どういう関係性だったのかま追いやるというかね追いやられたのは 何があったのかっていうのはねすごく不思議だと思ったのでこの2点をちょっと探ってみたいと思いますはいはいでは渋谷少女通り魔事件のその少女の意識に来てもらってお話を聞いていきたいと思います500円を握りしめて家を飛び出した少女 帰りの電車賃がないまま、犯行に及びました。包丁を持ってね。そしてあの場所で強行を犯した、東電 OL 事件のすぐ裏手の薄い薄暗がりのね、通りなんですね。 町の様子を、ね、知っていただくにはね陰陽師の橋本京明さんのビデオのビデオっていうか YouTube にあの東電を終える殺人事件のバージョンがありますのでそれを、ね、見ていただくと。 のの雰囲気みたいなのがねあと女性の例がいかにあそこら辺うろうろしてるかっていうのがわかると思いますブログに貼っておこうかなちょっと見つかったらブログに貼っておきますね橋本京明さんのでは東電 OL 殺人事件じゃなくてえー 渋谷の少女通り魔事件、彼女15歳の彼女、一体何があったのか、心の中に、彼女の少女の心の闇を探っていきたいと思います。まず、彼女の過去あ、ちょっとこれ、このぐらいに移動させましょうね。まず、彼女の心の過去、一体何があったのでしょう。 ああ戦車ということは割とあの行動力のある子のようですね、はい、やりたいことが何かあったのではないでしょうか戦車のカードが出るということは何か目標に向かって突き進むそういう人物を表しますで位一で出たのでそれはいい目標だったと思うんですね何か得意なことがあってそこに向かって 頑張ろうと思っていたそれが部活なのか何でしょうね勉強なのかはい健全な目標があったようです過去そして犯行を犯した時現在ですあジャッジメント逆位置これは最後の審判の逆位置ということはこれ正位一で見ると復活 とか再生一回壊れたものが復活するという意味なんですけど逆位置で出た場合はそのへん復活は叶わないもう復活無理ということになるんですね。ということは何かにを一回挫折して復活しようとしたんだけどやっぱり無理だった。 うですかね、一時期不登校になったそうなんですね、彼女はね。で、また学校に行くのが嫌になってしまった。もう自分学校行けないって思ったのかもしれないですね。はい。一回終わったこと、復活は絶たれた。それに絶望したのかもしれないね。では、彼女の 潜在意識の部分では一体何があったのでしょうキング・オブ・ペンタクル、逆一。お父さんですかね。お父さんが頑固。頑固であんまり愛情を感じませんね。彼女はお父さんの愛情を欲しいのに、お父さん仕事ばっかりしてるとか、お金に厳しいとか、ケチ。 あの学校行かないならお小遣いあげませんみたいな塾や習い事のお金は出すけどその,他のその他のお小遣いはぎゅうぎゅうに厳しくしてあげないみたいなねそういう厳しいお父さんかもしれないですねどうやらでも彼女はお父さんに愛されたいと思っていたでは 彼女の潜在意識の部分には一体何があるのでしょうああ、節制。なるほど。自分の心のバランスっていうのを保ちたい。保てる人なんですね。おそらく彼女ね、頭のいい子だったと思うんですよね。頭もいいし、節制が 潜在意識で出るということは精神的なバランスもそんなに崩れてないはずそんなにそんなに悪くないはずなんですねはい元はとてもねあの性質のいい子だったはずなんですじゃあ何が障害となっていたのでしょう彼女にああホームカップ 逆一。ホーブカップ逆一。ということは、何か出口が見つかった。こうすればいいんだっていうことが分かったんでしょうね。それがこの今回の強行だったのでしょう。こうすればお母さんに振り向いてもらえるとか、こうすればお父さんに気づいてもらえるとか、 そういうことを考えたみたいですね。うんなるほどそこまで追い詰められていたそこまでしないとお父さんとお母さんに振り向いてもらえなかったということなんですね逆に言えばでは彼女の状況ですシックス・オブ・カップ聖一ああということは これは弟さんへの愛情ですかね。懐かしい思い出、楽しかった思い出を表します。そして弟さんには愛情はあるみたいですね。お姉ちゃんと弟さん仲良かったと思います。はい。だから弟さん の悲しむ姿を見たくないから弟も殺そうと思ったみたいなことを言ってたんでしょうねはいこれを見ると優しいお姉さんだったようですね弟さんに関しては全然悪意が感じられませんでは周囲の状況はどうだったのでしょうペンタクルの2逆置 あ周囲の状況何かを決断した2つのこれペンタクル2はどっちにしようかなーって迷っている人物を表しますなので正一になると迷いなんですけど逆一になると決まっ心が決まるっていうことなんですね。で何かの方向に 向いていてた何か決断するこれ両方ともね何か決まるっていうことなんですよじゃあ何が決まったんでしょうねちょっとこれは後で置いときますでは不安と願望の部分には一体何があるのでしょうあーペンタクル6の聖置これは与えるものと受けるもの与えるものと受けるもの の関係性が良好なことを表します真ん中にいるのがきっと親お母さんお父さんでしょうね。でもらっているのが彼女自身弟さんか。本来だったら与える側と受ける側でバランスをとっていたいんだけど。 これは願望なんですよね、彼女のね。おそらくね、相当小遣いとかにね、厳しいお家だったんじゃないですかね。自由がなかった。何するにも、本一冊買うにも、どっかで出かけるにも、友達と遊びに行くにも、お金ってかかるじゃないですか。電車賃とかね、マックの食べに行くにもね。 でそういうものがね、全然許されてなかったんじゃないでしょうかね。あと、これはお金のマークですけど、愛情も表します。愛情を与える側と愛情を受ける側。で彼女は、こう、こう打てるんですよ。ください。欲しい。愛情。それが理想なんですよ。与える側、愛情を与えるご両親、受ける。 子供たちでもおそらくそれをね与えられてなかったんでしょうねお金も愛情も与えられてなかったこういう家族両親だったらお金と愛情を与えてくれる両親だったらよかったのにって思ったんですよだからこれがねこの図柄が重なっちゃったんでしょうね渋谷の街を歩いている親子 母親と娘に。で渋谷みたいな華やかな場所を歩いている親子は、きっと愛情も与え合ってるだろうし、お金も裕福だろう。親子でね、そういう理想的な親子を見て、勝手に思い込んだと思うんですね、少女は。その理想的な 親子をを見見て、て、母と娘を見てすごく羨ましいと思ったんでしょうね自分にないものを持っているって思い込んでしまったそれであの二人がターゲットになったようですはい自分の理想の母と娘を体現しているあの二人 勝手にそれを思い込んで強行に及んだようですねでは未来のカードには一体何が出てるのでしょうキングオブカップ逆位置これまたねキングがね逆でよく出るんですよやっぱお父さんの存在がね彼女大きいですねお母さんは冷たい しお父さんもそれを助けてくれないせめてどちらかが愛情を注いでくれるお金をくれる小遣いをくれるとかだったらいいんだけど二人とも厳しいんですよでお父さんますます厳しくなっちゃうんですねすごい彼女に対して怒り 感じてますねこのカップのキングは波があるでしょう波が荒れてるじゃないですか,だから感情の揺れが激しい人物を表すんですねすごく優しい時は優しいんだけど怒る時はものすごいキレるとかねそういう人物ですでこれ逆に出るっていうことはその揺れの激しさがさらに強調されるんですね 波のの感情の激しささが強調されるはいなのでねお父さんは相当さらに厳しくなると思いますねこの事件でまあでもこれだけの強行を犯してしまったから少年院に入るんでしょうかね入るんでしょうねでは最終結果はどうなっているのでしょうエース・オブ、うん・ソード 刃物がやっぱり出ますね彼女は自分の刃物を使って両親に主張したそれに関してはね満足してるんですよやっと分かってもらえたというかここまでしないと自分の思いは伝わらなかった、はい、あの人に似てますね 安倍元総理を銃撃した山上容疑者両親に伝えられない思いを別の人物を襲うことによってやっと振り向かせたやっと振り向いてもらえたっていう両親へのゆがんだ愛ですよねで彼女これ誠一で出るということは 満足してるんですよやっと振り向いてもらえて自分を注目してもらえて自分に注目してもらえてね両親にねはいなのでここを見ると実を言うとね女性のカードが出てないんですよね母親を殺そうと思ったっていう割には もし母親に対する執着がすごいある母親の影響力がすごいあるんだったらこういうね女,女,女王のカードがねもっと出るかなと思ったんですけどキングのカードが多いっていうことは実は母親母親言ってるけどお父さんの愛っていうのが彼女にとってはとても大きかったようですね。 動作の存在っていうのがはい今回はそのようになりました彼女の心の闇ちょっとねかいま見れたような気がしますこの事件を犯して両親に振り向いてもらえて満足しているやはり刃物を使った犯罪っていうのはね絶対ソードのカードが 出ますね、でもこ,れをこの事件を起こして満足してるというんだったらあのー、ちょっとねサイコパス的なところも性格,性格的にありそうですね彼女は普通の健全な女子中学生ではないかもしれませんはい。 でも精神的なもの精神鑑定みたいなものは別に問題ないと思うんですけどねはいこれはお父さんに対する歪んだ愛情がなされた事件だったとあ要因だったと思いますはいこのような結果になりました皆様はいかがお考えでしょうかよろしければご意見ご感想そしていいねボタン 面白いと思ったらチャンネル登録おお待ちしておりますあと、リクエスト何かありましたらぜひ書いておいてください。なかなかね、この事件が多すぎてね、古い事件までね、追,追いついていかないのが実,業実情なんですが、なるべく皆さんのリクエストが多かったものに答えていきたいと思いますので、あの地道にね、書いていって、書いていってくださいね、リクエストね。はい。 ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。